は何の撮影ですか？今日は6番ジャック NG、ミックスアップという作品のビジュアル撮影です。イエーイ。今回は狙ってね、うん、2人同じ時間にしてもらったんだよね。そう、あの撮影をするためにちょっとプロデューサーに前後にしてもらえませんかね。お互いを取り合いっこしたいと思います。はい、見て分かりやすくない？今回の衣装本当だよね。すごい、ザ・バスケット少女、しかもまた赤色なんだね。私はやはり清楚系のようです。何笑い出ました、あざと女。違うんだって。何が違うの？求められるからそういうのをお出ししていくっていう、じゃあでもね、この間ね、あの役者友達とさ話してたんだけど、うん、やっぱ自分に合う役って自分と正反対の役をやると、うん、方がすごく合うみたいな話になったの。じゃあ、ね、私悪役をやった方が合うってこと？違う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 、悪役も評判いいんですよ。でこういう役を求められることが多いってことは、普段のは水崎綾は違うよ、そうじゃなくて、違うよ。見ました、このパンチ、今のパンチ、ボコ絶対やんねえ、そんなパンチ。プライベートで本当にそのパンチやってる人初めて見た。本当？いや違うよ、話が逸れてる。だから梅は普段舞台で悪役とか強い女とかやることが多いんですけど、その真逆だから確かに普段か弱い女の子。言わせろよ。言わせろよ。普段引きこもりだからやっぱそういう役でね、解消してるんでしょ、出せない分を。そうね、だから普段はおしとやかで弱々しい女の子。だから普段はさ、だから言わせろよ。反応しろよ。そして今回も楽しくね、撮影を、まあ、共演はないんだけどね。あ、共演ないんです。そう、チームがいっぱいあって、ほんとお祭りみたいな舞台で、ほんとお祭り。だから本番ね、ちょっと絡めないけど、まあビジュアル撮影の風景をね、皆さんに少しでもお届けできたらいいなと思ってます。撮影してきます。頑張るぞが撮ってる時のオフショットを撮ってくれました。神山さんがすごい仲良さそう。めっちゃ仲良さそうじゃん、はい、カメラマンさんが衣装もやってくれてます。マネージャーさんも衣装をやってくれてます。お、いいよ。でもちょっとまだ、あ、いいね、いいね、いいね、あ、いいね。あ、いいよ、いいよ、いいよ。ちょっとでも顔が。撮ってる、やめろ。これ声だけ消してなんか別の字幕入れたら俺がやらせてるみたいな。そうしよう。お疲れ様です。どうでした？まあいい感じで。じゃあです。はい、水崎さんやりまーす。
バス撮ってる、もういいよ、ぬるま汁も。おぉ、機嫌悪そう。いいよ、いや、めっちゃ綺麗。そういうさ、なんか最新のやつ3でこううわ、完璧、さすがだね。おー、かっこいい。こういうのをさ、これ今のこそ YouTube で撮れます一発 OK 感が、これ撮って、はい、撮ってた回収しますね。そんな心配までしてくれない。優しいカメラマン。カメラノブさんが興奮してる。かわいい。かわいい。一緒に。何撮影するの？声声声声確かに殴り込みしました。1、2、3、4。めっちゃかっこよくない？かっこいいけど顔が怖い。ごめんごめんごめん。いや大丈夫、僕は最初に出るのかもしれない。一度向こうで座ってお待ちください。わかりました。あ、髪崩れたかも。暴れすぎて。いいね、これ。あ、この顔いいな。この顔いい。あ、足が戻った。よし。すいません。どういうこと？いやいや、大丈夫です。ディレクションいらずでした。これいいね。文字入れたら。あー、これか。よっぽどの言葉が大きいな。はい。また更新してくれる。更新し続けてますね。あ、いいね、そう、ちょっと前髪。あ、これもいいのかな。はい、わかんない、わかんない。チャンピオン感かな。うん、これ、これ。ちょっとチャンピオン感。チャンピオン感。あー、そう。どうぞ、修正してくれるか、ありがたいね。ワン、ツー、スリー、フォー。わー、すごー。上手。わー、すごい。上手。すげー。さあ、タオルで行く。それ言いたいだけじゃん。タオルで休憩してみにして。本当俺は歯ブラシ超えたんじゃない？ダメっす。ダメっす。ダメっす。もう45分撮ってます。やべえ。めっちゃ45分。出しちゃうの？撮ります。出しちゃうの？あー、素敵。素敵でーす。カメラをチェック。お疲れ様でした。素敵な写真をありがとうございます。お疲れ様でーす。次はあやでーす。はい、頑張ります。すごいなんか戦場みたいになってる。中田さんがなんか銃で狙ってるかな。戦場だ。1、2、3ぐらいが風来てて、4ガシャって時はもう風が終わってたんだね。1、2、3、4。あ、いい、いいね、すごくいい。あ、いい、あ、いいね、来ましたね。いや、同じこと言ってます。1、2、3、4。うわ、どうですか？思いのほか早かったけど、すごく良かった。もう何枚か。あら、お、すげえ。何がおかしいこれ。もう一回、あんまり俺おかしくないけど。もう一回こんなヌヌ少女いる？ちょっと。ああ、かわいい。これは全然。さっきの面白かった。あ、いいんじゃない今の。ポーズは好きだって嫁。あ、かわいい。何これ。足元がね。ごめん、もう一回、もう一回、もう一回行きましょう。スリー、フォー。いいね。すごくいいね。あ、かわいい。で、内股女子。いい仕事してますね。今、あざと女優中です。あ、そっか、これなら開けるんだ。
今絶対こんなポーズしないもん。自然とこのポーズ出てこない。だから二人でやってんだろ、YouTube。お互いのないところをほら補い合ってんだろ。プラマイゼロ。プラマイゼロ。プラマイでなんか。プラマイゼロだったの。意味ねえじゃん。プラスプラスでプラス。プラスで掛け算みたいになってるの。あ、可愛い。あ、これいいじゃん。これさ、だから俺昨日から思ってたんだよ。君らの時は楽させたなぁ。うちらの時だって頑張ってディレクションしなくてもやってくれって。なんでよ、あやのためにもっとテンション上げるようなコメントしてあげて。いや、だってできてんだもん。テンション上がんないなおいしいご飯食べに行こうね。ああ、ありがとう。ごちそうさま。これが俺が怒るんだ。いや、あとでめっちゃできてるのもと、あやちゃんできるだろ、きっと。おはようございます。あ、ぽい。パンチ、アンパンチみたいな感じですね、水崎さん。コメントを持たない。撮影中だから、コメントを持たない。あ、そうです、すいません。ウィンクしてます。ウィンク。来て。あ、ほら。よ。お疲れ様でーす。お疲れ様でした。はい、終わりました。ライトの撮影終わりました。カメラマンの渡辺さんがね、うん、瞬間的な本当に絵を撮るのがめちゃくちゃうまくって確かに上手、ね、風とか動きを利用してなんかまた強め女子だったねなんかねあのなんだっけルカワ的な感じで撮ってたルカワってあんま分かんないけどすごいあの主人公主人公じゃんそれ花道ルカワかっこいいやつだかっこいいやつモテるやつモテるやつ、 モテるやつ、うん、確かにモテそうだったもん男に燃えたかったな確かに久しぶりとかあそこまでこうヒロイン感した写真みたいの久々に撮ってなんか絶対そんな自然にやってて、うん、梅が100出てこないポーズばっかりだったこうやるとかでしょそうそんなポーズ思いつかなかったっていう勉強になりますうるさいですよ撮りながらねじゃあ朝といいやでもねスタッフさんたちもだいぶ3日かけてこの撮影してて今日がその3日目なんですよだから結構みんなヘタヘタになってきてるから、うん、こう盛り上げてあげようと思って、うん、そしたらちょっとうるさかったでも楽しく終えられました終えられましたもう本番もぜひ楽しんでもらえたら、はい、嬉しいです嬉しいです見に来てください見に来てね見に来てね口へのじみたいな何その顔かっこよさを出したんだ何にもかっこよくない見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひしてください。うん、バイバイ。せーの、ビタちゃん。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。